改札口カシイ線ホームからの眺め笹栗線からカシイ線ホームを見上げる長蛇丸駅は福岡県カスヤ郡カスヤ城長者ヶ原東一丁目にある九州旅客鉄道の駅。駅番号は笹栗線が JC04、カシイ線が JD11。笹栗線を所属線としカシイ線を加えた2路線が乗り入れ接続駅となっている。また笹栗線は 愛称の福北豊川線の区間に含まれている。カシー線ホームから見下ろした笹栗線ホーム、笹栗線の全新九州鉄道と、カシー線の全新博多湾鉄道は、どちらも1904年にこの付近の路線を開通させた。双方とも当初の目的は、石炭の港への搬出であり、異なる会社が異なる港へ輸送することを目的としていたこともあり、 立体交差となる地点に駅は設けられなかった。地元から立体交差地点に乗り換え駅を設置することを要望されつつも国鉄時代には建設が実現しなかった。当駅が設置されたのは国鉄分割民営化がなされ JR 九州が成立した直後の1988年3月13日のことであった。なお、現在の長者バル駅は 駅名としては三代目であり、初代は現在の伊賀駅で、二代目は1935年2月5日、伊賀坂戸間に設置された停留場であった。開設当初はどちらの路線も単線一面の構造であった。2001年に笹栗線の電化工事が行われた際に、笹栗線の列車交換が可能となるように一面二線にする工事が完成し、合わせて、 京城駅舎も供用開始された。2017年9月21日に福岡市地下鉄空港専務福岡空港駅から当駅までを地下鉄もしくはモノレールで延伸を促進する協議会がカ谷町に発足した。2021年度からは福岡県が費用対効果等の調査を開始する予定。加位線ホームにある駅名標。音符のイラストは カスヤ町のシンボルマーク、笹栗線用の島式ホーム一面二線の生誕場を、カシ専線用の端式ホーム一面一線の高架がほぼ直角に立体交差している。笹栗線ホーム上に、橋上駅舎を備える。以前は、笹栗線側も一面一線であったが、2001年10月6日の福北豊か宣伝下に合わせて、交換設備が設置された。 狭い土地に交換設備を設置したために曲線がきつく、駅構内は一線する方式を採用しているが、2番線は時速 60km、1番線は博多側の制限速度は時速 40km、笹栗側の制限速度は時速 50km に制限されている。基本的に、笹栗、農型方面は1番乗り場、ユス、 博多方面は2番乗り場を使用するが、構造上はどちらのホームからも発着できる。通過列車は2番乗り場を通過していく。特にラッシュ時には博多方面に向かう利用客が非常に多く、当駅から非常に混雑する。開業当初から九州交通企画が駅業務を行う業務委託駅で自動改札機及び緑の窓口が設置されている。また、 駐輪所と階段を利用した自由通路がある。2019年度の1日平均乗車人員は4069人である。笹栗線、加子線の立体交差部に後から設置された駅である。ため、住宅地の中のややわかりにくい場所にある。バス停は、西鉄バスについては当駅から約300メートル離れた周辺部にバス停があり、当駅前には発着していない。 ふれあいバスについては一部路線が駅ロータリーへ乗り入れている。ハット ABC、鉄道駅業務、旅行事業福岡駅事業所。JR 九州サービスサポート株式会社。2020年2月7日閲覧。ABCDE、新駅その後笹栗線長蛇丸駅。交通新聞、P1、停車場変遷大辞典。国鉄、JR 編。 JTB1998 年 ABC 鶴、道高、日本縦断各駅停車第5章も字故から下るに、鉄道ジャーナル第492号、鉄道ジャーナル社、2007年10月、68から81ページ。交通新聞、P1、長蛇丸駅と、接続目指す、福岡空港駅、促進橋発足から、 読売新聞平成29年9月21日地下鉄福岡空港駅から福北豊川接続を検討 RKB ニュースオリジナルの2021年5月26日時点におけるアーカイブ https web.archive.org web 20210526121446スラ https rkb.jp スラッシュニューススラッシュ 002540.html 二零二一年5月26日閲覧。福岡県カ谷町公式ウェブページ町のあらまし、シンボルマーク AB、駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2020年9月24日閲覧。カ谷町調整用欄、JR 各駅別利用状況。 駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2017年8月7日閲覧。駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2019年7月24日閲覧。駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2019年7月24日閲覧。ふれあいバスカスヤ町。 www.town.casia.fukoka.jp 2021年3月22日閲覧ありがとうございます。